皆さんこんにちは、Bレジェンドのダンです。今回は筋トレ前におすすめしない糖質参戦ということでご紹介していきたいと思います。Bレジェンドの公式 LINE ではお得な情報なども掲載しておりますので、ぜひ気になる方は概要欄よりチェックして友達追加よろしくお願いいたします。前回の動画でですね、糖質おすすめ5選をやっていったんですけども、じゃあおすすめしないものは何やっていうこともあったので、今回3選ということでピックアップして紹介していけたらなというふうに思います。まあ糖質の重要性としてはですね、前回の動画でしておりますので、気になる方は前回の動画をチェックしてください。炭水化物には単純炭水化物と複合炭水化物とありますよっていう話をしなんですけども、単純炭水化物は筋トレ前におすすめですっていう話をしたんですよ。ということはですね、複合炭水化物はトレーニング前におすすめしないということですね。ただトレーニング前におすすめしないっていうのも、トレーニング直前の30分1時間前ぐらいにおすすめしないだけで、トレーニングする2時間前ぐらいに食事をできるのであれば、この複合炭水化物食べてもらうのも全然大丈夫です。今回紹介させていただく3つはこの複合炭水化物の代表的な食材になります。ただですね、ダイエットをしながら意識している方も多いんじゃないかなっていうふうに思うので、ダイエット食品として選ばれがちな食品を僕は今回ピックアップして3つ選びました。まず1つ目はオートミール。皆さんオートミールよく食べると思うんですけども、オートミールはですね、食物繊維が豊富な食材として紹介されると思うんですけども、もうその通りなんです。食物繊維が多いから消化吸収に時間がかかるということは、運動前に適していないんですね。僕の体感でもそうなんですけど、オートミールを食べた後のトレーニングって筋肉あんまり張る感覚がないんですよ。どれだけ糖度が高いかで筋肉の張り感っていうのは変わってくるなっていうふうにも僕は今までいろいろ食べてきて体感しているので、オートミールはトレーニング直前にはおすすめしないです。ダイエット中にはめちゃくちゃいいです。なんで僕も毎朝オートミール食べるんですけども、トレーニング前にってなると、やっぱり食物繊維が豊富で消化吸収に時間のかかるオーツ類っていうのはあまり向いてないなっていうふうには思います。なので運動前にはあまり食べないようにしていただければなというふうにも思います。だから僕も朝ごはん食べてからトレーニングするような土日っていうのは、運動前にもオートミール食べてはいるんですけども、そういう時はオートミールにプラスアルファ羊羹とか糖質っていうものをプラスして取って朝ごはんっていうのも作ってますね。だからトレーニングが夜の時は朝ごはんオートミール食べたら、もうそのオートミールだけにしてるとか、そういうちょっと工夫とかもしています。続いて2つ目はさつまいも。さつまいもはですね、ダイエット中おすすめとされていて、コンビニとかでも焼き芋買えちゃうんで、トレーニング行く前にちょっと糖質取りたいの、あ、減量中やしさつまいも買おうで、結構手に取りやすいです。ただですね、さつまいもも同じくですね、食物繊維も豊富ですし、消化吸収にも時間のかかる GI 値の低い食材となりますので、筋トレ前には不向きというものが分かります。僕も減量中主食がさつまいもになるんですけども、僕はですね、なぜか筋肉は張るんですよ。周りもちょっと食べたりするんですけど、周りはさつまいもに切り替えるとトレーニングしてる時の筋肉のパンプアップの感じが弱いと、全然筋肉が張らへんと。おそらく僕はアメリカの血が入ってるから、多分そこの遺伝的な問題でさつまいもでもパンプアップがするんですよね。海外のボディメイク系のインフルエンサーの方の SNS 見てると、ダイエット中さつまいもとか結構スイートポテトとかいろいろ食べてるんですけど、そういうのを見てるとさつまいもいけるんじゃないかなって食べたら、僕は反応が良かったんですけど、周りのメンバーの話を聞いてると誰も反応いいって言ってる人を聞いたことないんで、おそらくほとんどの人が合わないんじゃないかなっていうふうに思うので、今回この2つ目に入れさせていただきました。さつまいも自体は減量にはすごい向いている食材かなっていうふうにも自分では思うんですけども、筋トレ前にはあまりおすすめできないかなっていうふうに思います。ラスト3つ目、パン。食パンとかではまだマシなんですけど、菓子パン、コンビニで買えるようなパン、スーパーで買えるような調理された調理パン、こういったのはもうトレーニング前に不向きです。まあなぜかというと、複合炭水化物であるっていうのと、プラスアルファ調理されてるってことは脂質が高いんですよ。パンは脂質ってめちゃめちゃ消化吸収に近くかかるんですね。一緒に消化吸収する際に入ってきてしまうと、結局パンの吸収速度っていうのが下がってしまうんですよ。だからそれをいろいろ考えると、調理されたっていうのはやっぱり向いてないですよね。トレーニング前にタンパク質も糖質も取れるし、牛丼食べていこう、これが2時間前とかやったんですけど、直前とかやと逆にね、胃が荒れてしまったりだとか、パフォーマンスが最大限発揮できないだったりとか、糖質を吸収してエネルギーとして発生する頃にはもう筋トレ終わってたりするんですよ。
調理パンに限らず調理された食事は大体そうです。なので鶏胸肉で野菜炒めを作ってそれを食べたってなっても、結局タンパク質も消化吸収に時間がかかるので、運動前に食べてしまうと結局エネルギーを効率よく使うことっていうのができなくなってしまうんですよ、食事から取る。じゃあ運動前タンパク質取らんでいいんっていう話もなってきたりすると思うんですけど、そういう時におすすめなのがプロテインですね。直前であっても液体でしっかりともうプロテインあれば消化吸収に時間がかからないっていうのもあるので、本来のタンパク質を食べる時とかであれば消化吸収にすごい時間がかかるんですけど、プロテインはそれを大幅に時間短縮できるっていうのもあるので、糖質だけじゃなくてタンパク質も取りたいなって時はもう液体のプロテインを飲んでください。トレーニング後だけでもいいですけど、いろいろデータとか出てきてる中で、トレーニング前にやっぱ血中アミノ酸濃度がどうのこうのとかいろいろあるじゃないですか。その辺を考えるとやっぱりトレーニング前にタンパク質取るっていうのもすごい重要にはなるので、3時間前ぐらいにタンパク質を食べた記憶がなければプロテインは飲んでほしいなっていうふうに思います。まあ基本的には炭水化物をしっかりと取ればトレーニング中筋肉は張りますので、ぜひ炭水化物は取ってほしいなと思います。この3つ、消化吸収に時間のかかる複合炭水化物といったものはできる限りトレーニング前は避けて、もし食べるならば2時間前を意識して食べてみてください。ご視聴ありがとうございました。また参考になったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また気になることなどあればコメントをしていただければ、そういった内容にも触れていきたいなというふうに思いますので、コメントをよろしくお願いいたします。ミレージョンの公式 LINE ではお得な情報なども掲載しておりますので、ぜひ概要欄よりリンククリックして友達追加よろしくお願いいたします。新商品の情報やセール情報なども概要欄に記載しておりますので、ぜひ気になる方は概要欄よりチェックしてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。